19世紀後半、一人の偉大な発明家が誕生しました。彼の名はニコラ・テスラ。幼い頃から才能を発揮し、1943年に亡くなるまで多くの発明品を生み出してきました。彼は交流電流を発明し、それを応用したモーターや発電機などを生み出しました。他に発明したものとしてテスラコイルがあります。大きな電圧を発生させることができるテスラコイルの近くで読書をしている写真はとても有名です。このようにたくさんの発明品を生み出してきたテスラですが、実現できなかったものもありました。今回はテスラが実現することのできなかった発明品を7つ紹介していこうと思います。それではスタート。1つ目はオーデンクリフタワーです。ニコラ・テスラを知っている方はこの写真を見たことがある人が多いと思います。テスラは無線による電力の送電システムと情報の伝達システムを世界システムと呼び計画していました。簡単に説明すると、地球全体に電気エネルギーを送ることで情報通信と無線送電を可能にさせるというものです。この計画が J.P. モルガンの目に留まったことで、彼から資金援助を受けて建設されました。アメリカのロングアイランドノースショアに完成する予定でしたが、モルガンの資金援助が切られたことで計画は破綻してしまいました。そして1917年に解体され、現在は跡地にテスラの業績が展示されているテスラサイエンスセンターがあります。2つ目は超音速飛行船です。先ほど紹介したオーデンクリフタワーが実現できなかったテスラですが、発明を諦めることなく新たな発明品を計画しました。1919年、テスラは地上にタワーを建設し、そのタワーからのワイヤレス送電のみで動く飛行船の構想を発表しました。その飛行船は高さ4万フィート、約1万2千メートル、お時速1000マイル、約1600キロで飛ぶ規格外のものでした。残念ながらこの構想が実現されることはありませんでしたが、もし実現されていたらニューヨークからロンドンまで4時間以内に移動できたらしいので、現代の主力が飛行船になっていたかもしれないですね。3つ目は遠隔操縦艦船です。電気分野での功績が知られているテスラですが、彼は軍事技術の分野でも才能を発揮しました。その一つがこの遠隔操縦艦船です。テスラは戦争を防ぐ最善の方法は戦争を全く無意味なものにするか、参加者が壊滅的な打撃を受けるようなものにすることだと考えていたと言われています。そこで構想された小型ボートは無線信号で発信停止操縦ができるものでした。遠隔で操縦できるようにすることで人間自身に被害が出ないと考えたのです。戦艦は建造されなくなり、海上にある最も巨大な大砲もただの鉄くずと同じようにしか使われなくなるだろうと願ったテスラですが、残念ながら実現されませんでした。4つ目は思考カメラです。テスラは思考によってできる明確なイメージは網膜上に対応するイメージを作り出し、それを適切な装置で読み取れると考えました。それをもとに同じ性質を持つものに光を当てて写真を撮り、その像をスクリーンに映すことを構想します。こうすることで人間の思考がスクリーンに映し出されると考えました。この装置が実現されることはありませんでしたが、現代でもこのような研究はされており、1世紀近く前にこの構想を持っていたのはすごいですね。5つ目は地震装置です。1893年、テスラは蒸気を動力源とする発信機の特許を取得しました。そしてこの装置を使った実験を行っていた最中、研究室が大きく揺れて建物が崩壊しそうになりました。この出来事に周りの人は大騒ぎしましたが、テスラは地震に違いないと警察に言いました。テスラがこの装置を実用化することはできませんでしたが、現代では人工地震を使った探査がされており、人工地震の振動の電波を利用した地中の調査が有名です。6つ目は人工津波です。遠隔操縦艦船を構想したテスラは戦争を防ぐ最善の方法が壊滅的打撃を与えることだと考えていたことから出たものですが、この人工津波も
壊滅的打撃によって戦艦を無用の長物とすることを願って構想されました。テスラは津波を起こす方法として敵海軍の近くで数トンの爆発性物質を爆発させようとしました。そして敵近くまで接近し爆発することができる遠隔装置を作ることを考えます。それがテロートマトンという装置です。このテロートマトンによって100フィート約30メートル以上の高波を起こすことができると考えましたが、実現されることはありませんでした。テスラの他に1940-50年代にアメリカとソビエトが同じような実験を行いましたが、水中核実験でこのような高波はできないという結果になりました。最後に紹介するのは殺人光線です。とても物騒な名前ですが、テスラはこれを平和光線と呼んでいました。この装置も壊滅的打撃を与えるために考案され、水素の同位体を音速の48倍まで加速させることで遠距離から敵を全滅させるエネルギーを発生できるとテスラは思いました。亡くなる数年前にアメリカなどのいくつかの政府にこのアイデアを持ちかけましたが、実験を行ったのはソ連だけでした。これもまた実現されることはありませんでした。いかがでしたか？今回紹介してきた7つの発明品が実用化されることはありませんでしたが、テスラの構想は未来の発明家や科学者にインスピレーションを与えるものであることは間違いありません。もしも彼が最高の環境で発明品を作ることができていたら、世界がどうなっていたか気になります。それではご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、動画にしてほしい内容をコメントしていただけると嬉しいです。